This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special. ラジオドラマ幸せの鷹取家。福岡市早良区の二世帯住宅に暮らす鷹取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日。それでも鷹取家の人々はとてもとても幸せなのでした。鷹取家の人々、その3。よっしゃ、おっくらしょっと。年取ったもんや、愛宕神社の階段はちょっと答えるばいな。鷹取鉄道です。我が鷹取家はずっと西陣に住んどうとですが、おら誰よりも深くここらの土地ば知っとるとです。郵便局で働いとりましたんで、若い頃はここら辺ば隅々まで走り回って郵便物ば届けよったとです。雨の日も風の日も、寒い日も暑い日も、人と人の気持ちば届け、この町はずっと見つめ続けてきたとです。しかし時は流れとりますな。この愛宕神社から能古島ば望む風景も昔とはだいぶ変わってしもうた気のしますな。ここで一句。能古島、時が過ぎても残ってる。ダジャレですか？はあ、ひとみちゃん、なんでここにおると？買い物しようとき、お母さんから電話があって、お父さんのスマホがまた繋がらんけん捕まえてきてって言われたんです。お母さん言ってましたよ、多分愛宕神社でしみじみとダジャレ言いよるって。俳句ってば。俳句？今のがですか？そうばい。もっぺん言ってみてください。能古島、時が過ぎても残っている。ダジャレやないですか？違う。だって季語が入ってなかったですよ。え、季語？え、俳句って季語って必要でしょ？そりゃそうや、そりゃよ知ってるよ。そげなもん常識よ。ばってん、季語やらばさっとつけるやら難しかとばい。じゃあ例えば、遠霞湾に溶け込む能古島とか、こんなんどうです？春だし。さあお父さん帰りましょうか。もうバスで帰りましょうよ。爆睡した俊太をおんぶしてるの辛くなってきたんで、早くバス停行きましょう。ひとみちゃん、そげんさっさか行かんでよ。ここの階段が辛かとやけん、もう年寄りには大変とやけん。今日幸次郎がうちに来てますよ。子供たちにお菓子持ってきてくれて、お父さんにはすごく珍しくて美味しいってお酒持ってきてましたよ。酒のあと？階段あっという間に降りましたね。ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、Apple ポッドキャスト、Spotify、Amazon ミュージック、YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも
RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。